真夜中に忍び込んできた犯人の姿。防犯カメラが顔を鮮明に記録していました。福津市にある運送会社の営業所で、昨日金庫が盗まれる事件があり、警察が捜査しています。一人はキャップにフード姿。もう一人は眼鏡をかけ、いずれもマスクをしています。部屋をライトで照らしながら物色し、侵入からおよそ1分半後、2人はデスクの引き出し付近を荒らし始めました。手慣れた様子で金庫を見つけると、事務所への侵入からわずか3分ほどで逃げていきました。出社して、机のこう隅っこの方が散らかってるなと思って、近寄ってみたらこう引き出しが全部開いて、鍵がかかってる扉も破壊されてて、被害に遭った会社によりますと、盗まれたのは現金が入った金庫。窓が割られていたことなどから、一人が窓から侵入した後、内側からドアの鍵を開け、もう一人を手引きした可能性が高いとみています。窃盗事件として被害届を出していて、警察が捜査を進めています。